はいどうも、超時空パイロットのリュウです。さあ本日なんですが、超時空戦闘機デッキこちらのデッキをね、ご紹介していこうかなというふうに思っております。ちょっと先に断っておくんですが、遊戯王デュエルリンクスってインフレがめっちゃ進んでましてですね、あの超時空戦闘機ビッグバイパーが活躍できるような環境ではないんですよ。なんか知んないけど、運営さん、コナミの運営さんね、KC カップとポイントバトルやっときゃいいと思ってるんで、ほんと強いデッキ、強いカード以外価値ないんですよね。はい。遊び方として。で、そういう風潮が僕はとても大嫌いなんで、まあ、なんで、今日ですね、私、最近、幹部会って、竜の幹部会っていうところで、環境外デッキ選手権っていうのをやってるんですけども、環境外デッキ選手権のルールに則って、環境外デッキ、対決みたいな感じでこのデッキを使ってきているよっていうことを先にお伝えしておきます。細かいルール、めちゃくちゃいろいろルールあるんで、環境外デッキのルールって。なので、ちょっと一応まとめてるんで、概要欄に忘れなかったらリンク貼っとくんですけども。要するに、強いカードは使ってはいけないっていうルールです。簡単に言うと、一言で言うと。なので、その面白いカードたちを活躍させようぜっていうのが環境外デッキ選手権のルールで、で、その中で使ってきたデッキ、だよっていうことだけちょっとご理解いただければなというふうに思ってます。で、おとぎくんのねスキルでね、すげえ面白いスキルがあるんですよ。これ超時空戦闘機っていうスキルなんですけど、一ターンに一度、どっちか一つ使えますよと。自分のフィールド上に超時空戦闘機ビッグバイパーが存在する場合、手札のパワーカプセル、もしくは手札のパワーカプセルか、手札のパワーカプセルをオプションかサイクロンレイザーに変えるよっていうふざけてんのかな。で、自分のフィールド上のモンスターが、元々のカード名がビッグバイパーとなるモンスターが1体のみの場合、そのモンスターをビクトリーバイパー WX03 に変えるという、これ最強でしょ。またはビッグバイパー T301 っていうね、こっちでも一応変えられるんですけども、まあこっちの方が基本的には強いですね。で、こいつが主役です。今日の主役この人です。ビクトリーバイパー WX03 で、これ何をするかっていうと、このカードはね、相手のモンスターを戦闘で破壊できた場合、3つの中からどれかを適用できますと。このカードの攻撃力は400ポイントアップする。1つ目ね、これで、2つ目が魔法トラップ、表側表示の魔法トラップを割れる。で、一番下、常にこのカードと同じ種族属性レベル攻撃力守備力を持つオプショントークン1体を特殊召喚できると。これね、簡単に言うとめっちゃ弱いんですよ。戦闘破壊しないといけないのに攻撃力1200っていうね、マジで救うわけなんですけど、これ環境外デッキ選手権で使った場合ちょっと強くて、これ今回はこのビクトリーバイパーでなんとか相手のモンスターを戦闘破壊していくというデッキになってますね。はい。でですね、サポートカードが必要なわけですよ。要するにこいつを、介護しないといけないんで、なんで、予想外でね、超時空戦闘機ビッグバイパーとかを展開してきて、そいつをこのビクトリーバイパーに変えるっていう、戦術が主ですね、基本的には。で、あとは、戦闘補助をたくさん入れてまして、例えば横にして殴るっていうカードですね。パルスボムとかもそうですね。横にして殴るっていうカード。それから、相手のモンスターの守備力分下げるという、カード。鈍銃ね。とか。銀幕とかね、入れた方が強いとか、ガーディアンの力いるみたいな話なんだけども、環境外デッキ選手権でそういう強いカードは禁止なんですよ。使ってはいけないっていうルールなんで。なんで、こういうなんかよくわかんないカード入ってますっていうことですね。で、セブンカードっていう。セブンカードがね、おもろいのね。強いかどうか置いといて。機械族モンスターにのみ装備可能で、700ポイントアップするっていう効果なんで、これ結構強いということで、これを入れてますっていう感じですね。はい。機械族といえばみたいなとこあるんで。あとはエクシーズモンスターっていう感じです。独特な環境なので、環境外デッキ選手権っていうのが。なので、環境外デッキ選手権またいろいろ生放送とかでもね、やるんでね、よかったら見に来ていただければなと思うんですけども、本当今の環境に飽きた人とか、なんだろうな、規制入っちゃって自分のデッキが使えなかったしまったみたいな人とか、もう、持ってるカードをね、活躍させることができる、唯一の、環境なんじゃないかなと思うんですよ。正直、やっぱ、面白くない環境だと自分が思うんだったら、面白いと自分が思う環境を作ればいいっていう話なんですよね。なんで、そういうね、ことをして遊びたいということであれば、ぜひね、皆さんも、幹部会のメンバーになっていただければなというふうに思ってます。それでは早速やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、行くぜ。超時空戦闘機発進。海の力、いいだろう。あ、やば。
デュエル。海は機械速モンスターの打点が下がるから嫌いだぜ。200ポイントだっけ。だろ、来た最強カード。予想外発動。予想外の効果によってデッキから通常モンスターを1体特殊召喚。そして最強スキル発動、超時空戦闘機ビクトリービッグバイパーをビクトリーバイパー WX03 に変身。そしてグラビティブラスターを装備。そしてグラビティブラスターの効果発動。飛び魔法発動。あれ今令和だよな。今これ令和3年でいい。今令和3年ってことでいいのか。セット。そしてビッグバイパーを召喚。なんだよこの番目。ビクトリーファイヤーブラスター、ギャーザキンネソ。あ、これ殴んなきゃ。ビッグバイパーの攻撃、ビッグバイパーアタック。これ令和ですよね。今令和3年ってことでよろしい。白の救済アウト。何やばい、下がらず回収される。あ、強い強い、それそのカード強い。これやばい、線では何も戦闘破壊はできないぞ。やっべ、グラビティブラスターとか入れてる場合じゃねえわこれ。やばい、横にしてもこれ取っ払いやない。これやまずい、どうしよう、どないしよう。意味破壊してもでも別にそれで突破できるかと言われるとバーブのジャック。ちょやめてよ、打点高いよ。そんな簡単に2800並べてくんな。こっち1000だぞ、こっちお前打点1000だぞ。やばい、ちょっと助けて。ちょもうフィッシャーチャージやめて。バトルいいだろう。攻撃宣言値フォトライズ発動。相手の攻撃モンスターの攻撃を無効にし、攻撃の区分俺のモンスターの打点をアップするぜ。うおードロー、最強だ。スキル発動、超時空戦闘機ビッグバイパーをビクトリーバイパー WX03 に変身。カードを1枚セット。バトルフェイズいくぞ、いけバトルフェイズ。ビクトリーバイパーの攻撃、ファイヤーブラスター。そしてビクトリーバイパーのモンスター効果、相手を戦闘破壊した場合オプショントークンを特殊召喚。いけオプショントークン。強すぎか、強すぎか。まあ、ターンエンド時に攻撃力は1000に戻るけどな。一瞬強い、一瞬めっちゃ強い。何ホワイトサルベージ。いやーもうお前毎回回収してくんな。お前強すぎるんだそのカード。ワイターンアド稼いでくんな。でね、このねビクトリーバイパー WX03 っていうね、このモンスターマジで弱いですね。本当にマジで弱いです。これ本当に弱い。ガテンアップする表側幼児の魔法トラップカードがある、オプショントークン出すというね、この3つの方から選べるんですけど、戦闘破壊しなければならないという、まあ、そういうね、まあ、そういう効果なんですけどね。元々の攻撃力1200ってお前ふざけてんのかよ。誰も戦闘破壊できないぞ。いけフォトライズ発動、フォトライズで1900の攻撃力をアップするぜ。オプショントークン最強じゃねえか。予想外やばい、ちょっともうやめてください。あ、大丈夫だ、フィッシャーチャージじゃない。いけやれ、いけ。そしてビクトリーバイパー WX03 の効果、オプショントークンを特殊召喚。オプショントークン強い。オプショントークン強いってどういうこと？いやーやっぱりね、環境外デッキ選手権って神ゲーですね。さあお相手の方20代くんよろしくお願いします。デュエル3倍20代くんか。カオスフィールド、ほうガイアロードね。ガイアロードだとサイバードラゴン条件で出せるやつだな、これな。確かいいだろう、僕のターン。ドロー、ビクトリーバイパー、ビッグバイパーか。ビッグバイパー来すぎでは。さあ魔法カード、予想外の効果によって
超時空戦闘機ビッグバイパーを召喚。そしてスキル発動、フィールド上に自分のモンスターがビッグバイパーのみの場合、そのモンスターをビクトリーバイパー WX03 に変身させることができる。ふざけすぎだろ、このスキルふざけすぎだろマジで。悪ふざけもいい加減にしろ。セット、これはまあ鈍銃あるから結構強いな。いけビッグバイパー、ビッグバイパーアタック、ビッグバイパーアタックってさ、攻撃名手抜きすぎじゃない？ファイヤーブラスターとかはいいけどさ、ビッグバイパーアタックってこれ、それは手抜きすぎだよ攻撃名。今のターンなんだと、ターンで倒しきれなかったら後悔させてやる。いいだろう、ゴブリンのやりくり上手。いいだろう、やりくり上手。1枚引いて1枚デッキ戻せ、1枚下に。いいだろう、しかガイアロードはあるんでガイアロードは出てきません。何、進撃の帝王、やばい強い。アドバンス召喚した、自分はエクストラデッキからモンスターを突破できない。自分はアドバンス召喚したモンスターは効果が破壊ならない。効果で破壊しない、なるほど。まあ、効果で破壊する気ないけどな、こっちは戦闘で破壊するから効果で破壊する気ないけどな。まあ、でも一応鈍銃っていうカードが使わなくなるのはちょっときついな。いいだろう、さあ来いやガイアロード、お前の守備力は2100、鈍銃がぶっ刺さるぜ。バトル、いいだろう。あ、いいのかそんなとこ殴って、いいのか、いいんすか、自分ダメージでいいすか。鈍銃発動、鈍銃の効果によってお前の守備力は2100ダウンするぜ。そして相手のモンスターを戦闘で破壊した場合、ビクトリーバイパーの効果発動、オプショントークンを特殊召喚。何回見てもこのシーンおもろいわ。確実に仕留める、ドロー。よし最強カード来た、横にしたところで突破できないけどな。1200ではバトルベイザー、いけ、ビクトリーバイパー WX03 の攻撃、ファイヤーブラスター、連射、ドロー。よし最強だぜ、オプショントーク。調子乗ってるこいつ、環境外的選手権だからめっちゃ調子乗ってる。ゲームを作る、さあお相手の方ペガジェ、いった、ゲームの創造者、いけ、予想外発動、予想外の効果によってビッグバイパーを特殊召喚。あー、もし、そしてあのもしかしたらなんですけども、このグラビティブラスターはねセブンカードとかになってる可能性ありますね。ちょっといろいろ試してるんで、ちょっと採用札が変わってたらすいません。いろいろデッキ調整してる中でいろいろ札変えてるんで、グラビティブラスターを発動、そしてグラビティブラスターを発動、そしてグラビティブラスターの効果によって攻撃力がどんどん上がっていくぜ。よし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 。なんだなんだこの納金デッキ、納金したところで2000しかないってやばいけどな。2000とかいうどうでもいい攻撃力でお前戦闘外できんのか。それでグラビティブラスターってまあ毎ターン上がる代わりに400しか上がりませんからね。ガーディアンの力の方が強いみたいな話ありますけど、ガーディアンの力は環境外的選手権では使用禁止になってますんで。ライティードライバー、ザ、そんなさお前1枚初動で強すぎるだろてめえ、そのカード1枚でてめえ1枚カード生成してんじゃねえぞ。いきまーす、クラクソラスでーす。やばい、それはそいつは、あ、うざ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 、それお前さグラビティブラスターでせっかく上げた、だって元戻すなよグラビティブラスター。これもしかしてさ一生これ打点下げられ続けて一生突破できないってやつだよこれ。これドンジュっていうカードなんですけども、これですね、これ守備力分ダウンさせるんで相手攻撃力ゼロなんで意味ないんですよねこれ。相手の攻撃力を守備力分ダウンさせるってことなんで相手ゼロゼロにする。あ、待てよ、相手の攻撃力は、そうだね、攻撃力を下げるだけだから攻撃力もともとゼロだから意味ないっていう。いや、クラウソラスやめて、ちょ、それやめて、それやめて、ちょっとマジ迷惑だから。
もう一生突破できんや、あのモンスター。ふざけんなよ。おい、迷惑だぞ。環境外デッキ選手権で環境外デッキを目立ってくるの迷惑だぞ。やばい。誰金華病強えな。金華病、はい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 。でチューナー一体特殊召喚していく。1、1、3、3、4、5、5できる。5は5シンクロですか。まあいいや、もうちょっともうこのビクトリーバイバーはちょっと今役目ないから、ちょっと今死んでもらおう。御用チェイサー、何やばい、パクられる。ちょっと待って、僕のビクトリーバイバーパクんないで。ライティドライバーを回収、強え、最強だ。これってさ、テラダのパワーカプセルを、だからこれビッグバイバーを出さないといけないのか。パワーカプセルオプションかサイクロンレーザーに変えるから、これまあちょっと一回これ受けるけど、これは一旦ですね、あのパワーカプセル、ちょ間違えた、ビクトリーバイバーを出せないと、痛い、やめてください、やめてください、ちょ痛いっす。ビクトリーバイバー返してください。僕のビクトリーバイバーを返してください。ドロー、あ、オッケーオッケーオッケー、あ、オッケー。予想外発動、予想外でビッグバイパーを召喚、そしてスキル、スキル発動、スキル発動、超時空戦闘機、超時空戦闘機の効果によってビッグバイパーをビクトリーバイパーに変身、そして手札よりマジックカードパワーカプセルを発動。パワーカプセルの効果によってビクトリーバイパー WX03 の効果の中から一つを選択し適用できる。もちろん俺が選択するのはオプショントークンを生成する能力、バトルフェイス。ビクトリーバイパーの攻撃、ダメージステップ、ドン銃を発動、相手の攻撃力を1000ダウンさせ、戦闘で破壊、そして戦闘で破壊した場合俺はオプショントークンを特殊召喚できる。いけオプショントークン。ハハ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 やめてください。あーよえー、逃げろ逃げろ、ビクトリーバイパー、ビクトリーバイパーがいなくなった場合オプショントークンは消滅してしまう。オプショントークンはブラックホールに飲み込まれ消滅してしまうんだ。逃げろビクトリーバイパー WX03、 やめてくれ。そんなことをしてはいけない、そんなこともしてはいけない。だそんなバカな、僕のビクトリーバイパー WX03 が誰やねん、お前誰やねん。じゃあうわー、ビクトリーバイパーパックロードやめてもらっていいですか。